福島市出身の偉大な作曲家古関裕而さん、その妻豊橋市出身の金子さん。豊橋市は福島市と連携して NHK 朝ドラ誘致に取り組んでいます。こんにちは、資源課センターの小田です。最近冷え込んできました。皆さん体調いかがですか？それでは初めに、子ども未来館ここに行こうのイベント地図お絵かき学習会の様子をご覧ください。ネット上で公開されている地図情報を利用して、誰もが利用できる地図をみんなで作るマッピングパーティーと呼ばれる学習会が12月9日土曜日、子ども未来館ここにこを会場にして開かれました。このイベントは11月末に開催された電車お絵かき学習会子ども編に続き開催されたもので、今回は大人編として豊橋のオリジナルな情報を地図に書き加えてみようと15人が参加しました。豊橋市では市役所や市民の皆さんが持っているデータを誰でも自由に使える形で公開するというオープンデータの取り組みを新産業の育成に活用しようと進めております。今日は誰もが自由に使えるインターネットの地図を編集しようというイベントをコードフォーミカーの皆さんが開催しております。はい、マッピングパーティーというのを、やっております。で、題名はここに書いてある通り、地図お絵かき学習会という名前になっておりまして、こちらの地図お絵かき学習会はオープンストリートマップというですね、皆さんが地域の地図をそれぞれ書いて、でそれを世界中の人に見てもらえるようなシステムを使ったものとなっております。学習会では地図作りのポイントを確認した後、フィールドワークとして街歩きを行い、現地の様子をメモしました。東郷町の全球院では石段の位置や石像の数などがノートに記録されました。その後、子ども未来館ここにこに戻って編集作業が行われました。このオープンストリートマップは、誰でも自由に参加して、誰でも自由に編集して、誰でも自由に利用できる地図となってます。また、コンピューターというかスマートフォンなどでですね、普段使っている地図というと Google マップを思い浮かべる方多いと思うんですけれども、このオープンストリートマップに関して言うとですね、先ほど言ったように、皆さんが書き加えていって、で世界中の地図を作ろうというプロジェクトですので、当然自由に使っていただける地図を目指しています。作業が終わると成果発表が行われ、完成した地図の確認が行われました。ここの公園にはこういう歴史があって、こういう日があってっていうようなことを教えていただいて、とても楽しく有意義な会だったと思います。子ども未来館ここにこで行われた地図お絵かき学習会でした。参加者の皆さんはインターネット地図の編集方法などしっかり学べたようですね。続いては自然史博物館で行われた名古屋大学出前授業の様子をご覧ください。科学の楽しさや魅力を伝え、科学への関心を高めようと、12月10日日曜日、豊橋市自然史博物館で名古屋大学出前授業が行われました。これは大学や博物館などが連携して展開する愛知サイエンスコミュニケーションネットワーク事業の一つです。今回の授業には60人が参加して、葉っぱのギザギザはなぜできるをテーマに、最新の研究成果を踏まえて自然界のなぜどうしてだろうに迫りました。この名古屋大学出前授業は
愛知県、三重県、岐阜県の博物館や大学を中心とした愛知サイエンスコミュニケーションネットワーク、名古屋大学が主催をしておりますが、そちらの事業の一環として行われております。今年は3回この博物館で行って、今日が最終の講演会となります。本日の講師は元名古屋大学研究員、為重俊明様になります。授業では葉っぱはどこから生まれてくるかという疑問から始まって、細胞分裂などの仕組みを遺伝子レベルで解説しながら、葉っぱのギザギザの成長過程について紹介しました。講師の為重さんは植物の成長について、時には折り紙などを用いながら分かりやすく解説しました。本日は葉っぱのギザギザはなぜできるというタイトルでお話しさせていただきましたけども、遺伝子の名前とかペプチドの名前とか少し難しかったんじゃないかと思いますが、世の中に道端とか博物館とかいろんなところにある葉っぱを見て、このギザギザ、この形はどうやってできたんだろうと不思議に思ったり、 BFL2 というペプチドの話を思い出せていただけたら、それだけで何か自分の世界が少し豊かになったんじゃないかなと、私はそう思います。授業の終わりには質問タイムが設けられ、熱心な参加者から多くの疑問や質問が投げかけられました。結構長くてちょっと分かんないところもありましたけど、なんとか理解できました。今まで葉っぱはなんでギザギザなのかとか気にしてなかったので、すごく面白かったです。今後も、こうした市民向けのイベントには皆さんぜひ積極的に来ていただいて、研究者も日々研究で忙しいのですが、こうした、発表の場を持てるように、社会全体で、そういう雰囲気を醸していただけると、私自身も醸していただけると嬉しいなと思っています。自然史博物館で行われた名古屋大学出前授業でした。ユニークな研究内容でとても面白い授業でしたね。続いては年末年始のゴミの収集受け入れ日程についてご案内です。豊橋市ではご覧の日程で家庭ごみの臨時持ち込み場所を開設します。持ち込めるごみは燃やすごみ、プラマークごみ、ペットボトル、危険ごみ、壊すごみ、埋めるごみ、布類、古紙、大きなごみです。ごみステーションと同様に燃やすごみと壊すごみは指定ごみ袋に、その他のごみ袋は透明または半透明の袋に入れ、事前に分別して持ち込みください。またゴミ収集日程についてはご覧の通りです。12月29日金曜日までは通常通り収集しています。12月30日土曜日は市内全域でプラマークゴミ、ペットボトルの収集を行います。12月31日日曜日から1月3日水曜日までの期間中はゴミ収集はお休みとなります。1月4日木曜日から通常通り再開します。詳細はホームページをご覧いただくか、資源課センター東部環境センターへお問い合わせください。続いては豊橋市の魅力を伝える素敵な動画を紹介いたします。今回はゴミゼロスナップムービーコンテスト受賞作品をご覧ください。JK 広報室の皆さん、ありがとうございました。さて、今週の豊橋ナウいかがでしたか。来週もお楽しみに。続いては街角ネット田原です。